聞かれたか。いや、きっと大丈夫。何事もなかったように通り過ぎるのよ。聞かれてたよ。なぜそっちも鼻歌を歌うのかよくわからんが、私を気遣ってくれてるのはわかる。でもできれば気づかないふりをしてほしかった。待て、慌てるな。電車の中は騒音でいっぱいだ。腹の音だって気づかれたりしない。平静を装うんだ。よし。ぐー。はぁ？何してんだよ。っていうかまたお前かよ。今の腹の音の発生源は自分ですとアピールして私をかばっているのか。その気持ちは嬉しいけど、静かにしてりゃそれで済んだんだよ。余計なことしてことを大きくすんだよ。恥ずかしい。気が動転して違う駅で降りてしまった。なんで助けてくれない？